もろいっすね、これ。あー、一回ぐらい、頂戴したいなー。ダメだよー、頂戴しないよー。ダメー、お願いします、お願いします。頂戴は、どうも、全員的に。なー、頂戴よー。全員的に、こいつは、アベレージです。ちょっちょー。はい、インポスターです。シェリフです。どっちですか？インポスターです。合体。あ、すいません、あ、すいません、フュージョンしてるんですか？合体。なんだ合体は。今合体したよね。サイドキック合体した。合体したよね。え、もしするなら貼ったんじゃないこれ。ベジータっぽいし。え、あ、カウンターつけてるよ。確かに。あら、あら、お前も怪しいな。いや、合体したろう思ってな。なるほど。そうだ、私がベジータだ。お前がベジータだ。来たな、ポンズ野郎。私がベジータだ。怪しい。フュージョン。あ、怪しいので、あれですね。ちょっと調べてみます、今ね。全部合わせてみます、じゃあ。あ、合体、ね、お願いしますね。はい、インポスターです。シェリフです。インポスターです。合体。な、インポスターの中にシェリフが混ざってるぞ。これは一体どうなるんだ。シェリフー、ダメー。ダメー。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。なんで、今非常に難解な事件が金庫室で起きてます。来た来た、何回目だよ。金庫室じゃないんですけど、金庫室なんですけど、合体するぞみたいなって言われて、ね、僕はその場で立ち尽くしてたんですけど、インポスターとシェリフが合体するぞってカセットが言ってて、でポンちゃんが、インポスターとシェリフ合体、インポスターみたいな、なんかそんなこと言ってたんですけど、わかんないですけど。そしたら、あんまりドラゴンボール知らない。トムブラウンだよ。すいません。ドラゴンボールですらねえ。数秒経ったら瀬戸はさひが肉になった瞬間に、若干の静寂の後、ポンズ野郎も肉になったっていう。それ両シェリフってことですか？わかんないっすね。シェリフだったんか、お前も。ポンズが普通に殺せば。髪と髪ってバカだバカ。本当にダメだ。僕のことを切って肉になってるんで。あ、本当にダメだこれ。あ、これ本当のダメのやつだこれ。